青森市に来たら絶対行ってみたいところです。あぜ倉造りの形にした建物、そしてその前の庭は池泉回遊式の庭園になっています。やはり青森には雪が似合います。特にこの庭に雪というのも風情がありますよね。そうなんです、ここは青森が世界に誇る版画家棟方志功の記念館なのです。この方が棟方志功さんです。少年時代にゴッホの絵に感動し、和田場ゴッホになると宣言して芸術の道に進んだのです。和田場というのは自分はという意味です。かなりの近眼だったので顔が板につくほど近づけてものすごい速さで掘ったそうです。棟方志功本人の希望でじっくり見られるように展示の数もあまり多くならないようにしてあります。彼の作品はどれも生命力と情熱にあふれた作品です。世に出るきっかけとなった釈迦十大弟子をはじめ数々の代表作が展示してあります。版画以外の作品も展示しています。ミュージアムグッズも売っていますので、ちょっとアートな気分のお土産にもなります。部屋に飾ったら気持ちが躍るような感じになりません？満面の笑顔、心が元気になりそうですよね。